どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、たくさんある ANA カードの中でどれを持つのがおすすめということでやっていきたいと思います。で、この動画でですね、 ANA マイルを貯める上でたくさんある ANA カードの中で年会費、還元率、特典とかをね比較して、いきたいと思います。ANA カードには一般カード、ゴールドカード、プラチナ、プレミアムカードがあります。それではやっていきましょう。で、一般 ANA カードなんですけども、こちらは結構種類がありまして、画面見ていただければ分かる通りこんだけあるんですね。で、基本的に右上の空地下カード、左の真ん中の、東急ポイントクラブ級カード以外はですね、基本的に発行をお勧めしておりません。まあ、お勧めしておりませんというのも、基本的に還元率を見ていただければ分かると思うんですけども、ほとんどが100円で 0.5 マイル、ANA アメリカンエクスプレス右下のカードですね、100円で1マイル貯まるんですけども、年会費が7560円プラスにしてマイルへの移行費用が、ね、かかるということですね。このマイルへの移行費用っていうのは本当にバカバカしいので、ここだけはね、よく発行される際はですね、どのカード発行される際についてもよく調べてからね、発行されることをお勧めします。で、この空地下カード、右上のカードですね、あとクラブ、ポイントクラブ級カードですね、こちらは別に動画を出しておりますけども、ANA マイルをね、リグで貯めようっていう方は、この2枚ね、とてもおすすめになっておりまして、右上の空地下カードに関しては、これがないとリクマイルで ANA マイル貯めるっていうのは基本的に不可能までではないんですけど、還元率が一気に落ちますので、必須と言われているカードですね。で、次 ANA ワイドカードですね。ANA カードの中に一般カードの上に ANA ワイドカードっていうのがあるんですね。私も ANA マイルを貯めるまで全くっていうこと気にしてなかったんですけど、知らなかったんですけど、このカードは一応あるよってことだけ知っておいていただいて、メインカードにはなり得ない年会費が7830円かかる上に、100円で 0.5 マイルしか貯まりませんので、今のところ発行を進めするっていうのは、クレジットカード決済っていう面、ANA マイルを、貯めていくっていう面ではおすすめできるポイントはないかなと思います。で、次に ANA ワイドゴールドカードですね。額面がこちら JCB ビザマスターだと思うんですけど、私はこちらの ANA ワイドゴールドカードのビザカードを保有しております。というのもこちらを、スーパーフライヤーズカードに、ね、切り替えて、保有していることということになります。スーパーフライヤーズカードに関しましてはまたね、別動画で出しておりますので、そちらも見ていただけたらなと思います。こちらは、100円で1マイル、年会費が15,120円となっておりまして、ANA ビザの場合ですね、最大で 1.648% まで還元率を上げることができるのと、年会費がね、割引制度がありまして、1万円ぐらいまで、ね、下げることができます。で、この ANA ワイドゴールドカードの強みっていうのは何かというと、ANA マイルから ANA スカイコインの交換倍率が持っているだけで 1.6 倍となります。これ最大なんですけども、5万マイル一気にスカイコインに変える場合、1.6 倍が適用されますので、基本的に SFC 使用をされる方で ANA マイルを ANA スカイコインに変えてやろうという方はね、ぜひこのカードを持って、交換されるとですね、SFC 修行費用っていうのが抑えられるということになりますので、覚えておいてください。で、ANA ワイドゴールドはですね、100円で1マイル、基本的には1マイルなんですけども、ANA、航空券利用の場合は100円で2マイルが付与されるということになります。で、ANA ゴールカードにはまだありまして、ANA カード、ANA アメリカンエクスプレスカードと ANA ダイナスクラブカードですね。で、上のアメックスゴールドの方なんですけども、こちら年会費一気に上がります。33,480円。
年会費高いですね。100円で1マイルが貯まるカードとなっております。で、下の、ダイナーズクラッパーですね。こちらは、まあ、ゴールド券面ではないんですけども、こちらゴールドの扱いということで、年会費は29,160円。こちらも高いですね。でですね、こちら、上のアメックスゴールドの方はですね、ANA 航空券利用の場合、100円で3マイルが貯まるんですね。こちらは結構驚異的な数字ですね。この ANA カードの中でも。ですので、SFC 仕様でね、たくさん購入、航空券を買って使用されるという方は、今現在ね、キャンペーンもやっております。キャンペーン自体の動画も別に出しておりますので、そちらをご覧していただけたらなと思います。そちらも結構 SFC 使用されようという方は結構いいマイル数が一気に稼げますので、そちらも参考にしてください。で、次にプラチナカードです。まず JCB プラチナカード。こちらはもうプラチナプレミアムカードになるともう年会費はもう結構とんでもない金額になっていきます。基本的には7万、8万超え、10万超えもありますけども、ここまで来ると、還元率っていうよりかはどっちかというともうステータスカードみたいな感じですかね。はい、それではいきますね。JCB の場合ですね、100円で1マイル。年会費が75,600円。で、入会と継続マイルで1万マイルがもらえます。あと大きいところはコンシェルジュデスクが利用できたり、プライオリティパスがもらえたりします。で、こちらは ANA 航空券の場合100円で3マイルが付与されるということで、先ほどのね、ANA アメックスゴールドと、付与率は一緒なんですね。年会費は2倍以上しますけど。という意味でも、アメックスゴールドの強みというのは分かっていただけるかなと思います。次は、ダイナースクラブプレミアムカーですね。年会費が16万7,400円。16万7,400円ってとんでもないですよね。こちらの強みっていうのは、やはり ANA 航空券利用が100円で4マイルっていうところでしょうか。ちょっと私にはね、もう到底、入会できるようなカードではないので、もう雲の上の存在感がすごいんですけど、ひとまずですね、16万7,400円をペイできるかというと、正直できないんじゃないかなと思います。まあこちらもステータスカードということになってると思いますので、こちらもコンシェルジュデスクプライオリティパスをね、利用できます。16万7,400円となっております。次に ANA アメックスプラチナ。こちらは通常決済100円で1マイル。年会費。あ、ごめんなさい。ゼロは1個抜けてますね。16万2000円の間違いですね、これ。はい、で、入会と継続で1万マイルがもらえる。で、ANA の、航空券利用時は 4.5 マイルがもらえます。でこちらもコンシェルジュデスク、プライオリティパスで共に利用できます。で、最後に ANA カード、プラチナプレミアムカードですね。こちらはまだ年会費が一番抑えられている、2番目に抑えられていますかね。86,400円。通常決済100円で 1.5 マイル。で、コンシェルジュデスクとプライオリティパスも利用できます。で、こちらは ANA の航空券利用時に100円で 3.5 マイルが付与されるということになります。ですね、プラチナカードに関しては、まあ、年会費が今紹介したいけど全部7万円超えでしたよね。その代わり、エコノミークラスでね、飛行機を取った場合でも、国内線に限りましては、ANA ラウンジっていう、待機場所、待合室みたいなのを使います。まあ、そこではね、食事はないんですけど、飲み物、スナック、アルコールもビールとウイスキーと、そういうのがあります。食事はないんですけどね。となってます。そこが使えるというのはこの ANA プラチナプレミアムカード。まあ、ANA のプラチナカードだったら利用することができます。それでは最後にまとめです。ですね、私が本当に独断と偏見で、おすすめするのはまず右上の ANA ソラチカカードと東急ポイントクラブ級 ANA カード。
こちらはリクマイラーとして別の動画で出しておりますけども、ポイントサイトからポイントを交換して ANA マイルにする場合、この2つが、ね、今2大巨頭となっておりまして、とてもおすすめですね。この2つはね、発行して問題ないんじゃないかなと思います。で、その左、ANA アメックスゴールド。こちらはこれから SFC 仕様等々で、年会費がかかってしまうんですけども、キャンペーンに乗ってね、6万2000マイルぐらいまで一気にもらえるキャンペーンを今やっておりますので、そちらも動画出しておりますので、そちら参考にしてください。それ以外の時にね、基本的に入会するっていうのはあんまり賢明ではないかなと思うんですけども、あくまで個人的意見ですけども、年会費が3万円超えですので、いかがなかなって感じですかね。で、その右下の ANA ワイドゴールドカード、 ANA ワイドゴールドカードは SFC 使用される方でね、まあ年会費がそこまでアメックスほど高くないので、ひとまず SFC 使用されて、事前にゴールドカードを発行した方がいいですよっていうのを私も言っておりますので、まあ理由としましては、SFC 修行されて SFC に入会する場合は、まあ知ってると思いますけども、クレジットカードに付帯するものなんですね、スーパーフライヤーズカードっていうものは。ですので、事前に、SFC に切り替えられるクレジットカードを持ってないと、SFC 修行をしてクレジットカードの審査が落ちたら意味なくなっちゃいますので、事前に、ね、発行されることをお勧めして、基本的には右下の ANA ワイドゴールドカードをお勧めしています。で、最後に ANA、ビザプラチナプレミアムカードなんですけども、まあ、ある程度のステータスが欲しくて、なおかつ還元率がいい。あと、プライオリティパス、コンシェルジュデスクですね。そちらを利用されたいっていう方は、まあ、この中では ANA カードをプレミアム、ビザプラチナプレミアムカードが一番おすすめなんじゃないかなというふうに個人的に思います。いかがだったでしょうか。今回私が紹介させていただいたのは、私がリクマイラーになって ANA カードを最初すごい調べた時に本当にたくさんあってですね、何を発行していいのか本当に分かんなかったんで、今回こういう動画を作らせていただきました。もしね、分からないことがあったらぜひコメント欄等々していただければ分かる範囲で答えていきたいと思いますので、ぜひ利用してください。この動画が役に立ったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。